ラウール超大物〇〇に実は少年院出身だと暴露されてしまった。さらにこんな人いない、気持ち悪いとまで言われた。その真相が、こんにちは、スコープ芸能です。メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが28日に自身のインスタグラムを更新し、小田切さんがメイクをしたラウールさんのドアップ写真を複数枚投稿しました。この投稿にファンからは、すごい小田切先生おったまあ、メイク中はラウールくんとどんな雰囲気なのか気になりますなどのコメントが寄せられていたようです。ラウールさんが美しすぎますね。そんなラウールさんはアイドルグループやアーティスト、俳優など様々な男性芸能人が活躍しているスタートエンターテインメントに所属しています。各方面で活躍しているタレントが多く、衣装や私服などファッションも高い注目を集めています。そんなスタート社についてネトラボではアンケートサイトボイスノート協力のもと、女性を対象に一番おしゃれだと思うスタートのタレントというテーマでアンケート調査を実施し、ラウールさんが見事第1位に選ばれました。スノーマンのメンバーとして活躍するラウールさんは、個人ではモデルとして世界を舞台に活動中。2024年1月にミラノで行われたジョルジオ・アルマーニの秋冬メンズショーに参加し、セクシーな着こなしが注目されました。長身でスタイルも抜群に良いラウールさんは、さまざまなコレクションに出演しており、おしゃれなアイドルとして人気を得ています。また2024年8月2日には主演映画赤羽骨子のボディガードが公開予定で、アンアンなど雑誌の表紙も担当。さまざまな場面でスタイリッシュな姿を披露しています。おしゃれナンバー1に輝いたラウールさんですが、そんなラウールさんが主演する映画赤羽骨子のボディガードにおいて、7月11日に開催された赤羽骨子フェスの裏側を捉えたビハインド映像が解禁されました。和気あいあいとした赤羽骨子チームの裏側の一部始終を解禁しており、話題となっているようです。解禁された映像では、計26人が登壇したイベントに全員でバスに乗ってイベント会場に向かう様子や、まるで修学旅行のような仲睦まじい様子、映画公式 SNS で公開中の本作の主題歌ブレイクアウトダンス企画の練習風景など、学園生活の一幕を切り取ったかのような映像が収められています。ダンス企画ではキャスト陣へ事前に振り付けを共有し、覚えてきてもらったのですが、みんなで合わせるとなると不安げな表情を見せるも、完璧にこなしていく俳優陣、女性チームからの頑張れの声かけに、青春を取り戻す男子チームや女子チームにちゃちゃを入れ、ラウールさんからちょっと男子うるさいと指摘されるなど、仲良しすぎる赤羽骨子チームのダンス企画の全貌が映画公式 SNS の投稿で確認することができます。またフォトセッションでは、骨子をボディガードする骨子ポーズを全員で披露。このイベントでは赤羽骨子フェスの作品の内容にかけ、骨子役の出口夏希さんにバレないように様々な俳優にミッションが課せられていたのですが、最後にネタバラシをするも、出口さんは全く気づいておらず、イベントミッションは大成功で幕を閉じました。イベント終了後のラウールさんと奥平大健さんのインスタライブは、このイベントについて振り返りトークを実施。実は大成功に思えたイベントの冒頭で、ラウールさんが一人で階段を降りてしまうハプニングが発生していたといいます。ラウールさんのみ全てのミッションを知っていた責任感で緊張がピークになり、階段を降りるタイミングを間違えてしまったようです。そんなお茶目な一面を見せつつも、本編では骨子を守るために超絶かっこいいアクションも披露しているラウールさん。他にもラブコメ友情シーンが盛りだくさんに描かれているといいます。本編がとても気になりますね。そんな中、ラウールさんが28日 TBS 系週刊さんまとマツコに出演したのですが、アイドルとしての経歴を振り返った場面で、タレントの明石家さんまさんが衝撃の見間違いを披露し話題となっています。タレントのマツコデラックスさんが今一番気になるアイドルとして登場したラウールさん。ラウールさんは所属事務所に入ったのは11歳とし、うちのお母さんが芸能系をやらせたくて CM オーディションを受けさせて、ことごとくダメだったんですよ。唯一今の事務所だけ受かったんです。
14歳でジュニアのグループ少年忍者に加入したと紹介されると、さんまさんはすごい人生言うてたからもう老眼やから14歳の時少年院に入り寄ったんやと、と見間違いを明かして笑わせ、ラウールさんは少年院に入ったらここにいないですから気持ちいいです、マツコさんは気持ちいいって言えちゃうからおかしいのよ、とラウールさんの感性も称えていました。また収録前にラウールさんと初対面したマツコさんは、褒め言葉だから誤解しないでよと前置きしながら気持ち悪いと一言、目黒蓮とは違う枠よね、斬新な枠なのよ、今までいなかった、こんな人いないわよ、どのグループにもいないこんな気持ち悪い枠と熱弁、気持ち悪いという言葉にラウールさんは嬉しく感じられちゃってますと喜んでいたようです。収録がスタートしてからも、もしかしたら大炎上起きてしまうかもしれないけど、この人は気持ち悪い担当、ラウールが気持ち悪いって言ってるんじゃない、スノーマンの中の気持ち悪い担当って言ってるの、と独特の表現でラウールさんを評価していたマツコさん、佐久間大介もちょっと気持ち悪い担当、佐久間とラウールが2人でダンスしてるやばいのがある、私気持ち悪いものに対してのセンサーがすごい、とマツコさんなりに大絶賛していたようです。この分析にラウールさんは、すごい嬉しい、その面に触れてくださった方は出会ったことない、と笑みを浮かべていました。気持ち悪いはマツコさんなりの褒め言葉だったようですね。一方でモデルでタレントのアンミカさんが29日にオフィシャルブログを更新し、ラウールさんと初対面したことや約束したことを報告していました。7月25日にフジテレビのバラエティ番組トークイーンズに出演したアンミカさん、翌日ウェディングドレスをカジュアルにと題して更新したブログにて、絵文字を交えながら昨夜のフジテレビトークイーンズはスノーマンのラウール君をお迎えしてお届けと番組について触れ、実はいつもラウール君がお休みの時にスノーマンの番組に出ていたので初対面でしたと、ラウールさんと初対面だったことを明かしていました。続けて足のまっすぐさと体のバランスの良さに感動しましたが、ご本人がかなりお茶目な性格でそのギャップが魅力的でしたとラウールさんの魅力についてコメントし、これからもパリコレ挑戦をするとのことで、私も毎年パリコレに行っているため、ぜひパリでお茶しましょうと約束してお別れしましたと、お茶の約束をしたことを綴っていました。ラウールさんがまだデビュー前だった頃の映像を見てみると、今ほど身長が高くはなかったのですが、言葉のチョイスや立ち居振る舞いなど底知れぬ何かは感じていたファンは多かったのではないでしょうか。マツコさんはその何かを見抜いていたのかもしれませんね。これからもラウールさんの活躍から目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。